注意していてもいつ起きるかわからない火事。そのために備えておこうと入る人が多いのが住宅向けの火災保険です。ただ今までで一番最大な値上がり幅だったので、まあ、正直私の方ももうちょっと衝撃を受けましたね。来月から損害保険大手がその料金を全国平均で 10% 前後引き上げるのです。引き上げの理由、それは台風などの自然災害が相次いでいることや住宅の修理価格の上昇など保険会社の支払い額が増えていることにあります。日本損害保険協会のまとめでは自然災害による保険金支払い額は年によっては1兆円を超えるなど高い水準が続いています。住宅用火災保険の値上がりに町からは、値上がりってなったら大変ですよ。本当どれを切ろうかなっていう感じになっちゃうじゃないですか。災害も多いのでちょっとしょうがないかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと大変にはなります。火災保険を扱う会社では加入者からの相談も多いようで、火災保険の見直しだったりとか、家計の見直し、まあ、削れるところをこう削っていくって本音としては、もうやめたいと、そういう声がやっぱり多いですかね。保険まで値上げかと見直しを考える人も多いそうです。一方で火災保険は火事だけでなく水害にも対応しています。来月からはその基準も変わるんです。今まで全国一律だった水害のリスク、水災の保険料率が市町村ごとに5段階で区分されます。リスクが最も低いのが一等地で、最も高いのが5等地です。保険会社によって変わる場合もありますが、例えば会津若松市は1等地、福島市や郡山市は2等地、いわき市は5等地となっています。損害保険料率算出機構のウェブサイトでは自分が住む地域がどの区分に当たるかを検索できます。保険料が最も高い地域と最も低い地域で比べるとその差は 1.2 倍になるということです。来月以降、火災保険の加入や更新をすると今回の改定が適用されます。